すみません、はい、お客様、ネット配信はやめていただきたい。あ、なるほど、すみません、うん、はい、一応館内とか、あ、わかりました、こういったところ映ってしまうんで、はい、まあ、申し訳ないです。はい、とりあえず止めていただいてもいいですか。あ、はい、わかりました、はい、お願いします。止まりましたかね、ちょっと。あ、はい、ということで、くそもうどうせこうなると思ったよ、もうどうせこうなると思ったよ。あー、もう、あー、いや、もうこれもう電話があるかないかなんだよ、もうこういうのって。本当に本当そうなの。こんなの電話なければみんなやってるじゃん。電話があるかないかの違いなんだよ、もう。だってそういう風に電話来たらもう止めるでしょ、そりゃ。あー、よいしょ。ちょっと、もういやどうしようか、どうしましょうか。ちょっと待って、ちょっと移動するわ、ちょっと移動する。ドミンちゃんさん、公演でも行ったらええ、うたたらさん、秩父ミューズパークで食おう。気ままに、さん、移動しよう。無名さん、ユダはドイツだ。世界の池上さん、もうくれないね。カエル FX さん、昨日も警備員探して宝だわらわら。ご遺骨かいさん、景色は案内とこ行けよ。ハッピーハッピーさん、そうしよう。パーコさん、楽しかったのに。シャビさん、えぐいな。一区回線さん、恥ずかしいな。ガチャピンさん、車内はダメなの？ドンさん、電話ないところないの？公園とか。電話がないところ。おしみかりん、星さんは。同じ場所にとどまれないからね。マヤコさん、嫌がらせやめたげて。キャプテンストライダルさん、あわわ。安兵衛さん、羊山公園、ここからなら近いよ。俺はもう本当、林真澄みたいな子なんだっけ、あれみたいなもん。脳みそ中長絶叫絶対団組合さん、悪魔がいるよって。キキーさん、アイドリングしなくてもダメなんですか。ドミンちゃんさん、みたいよ。うたたらさん、この前のも通報確定だな。東京大爆発さん、盗撮はあかん。ハッピーハッピーさん、ひどい。恋子町愛さん、クエー。あやこうさん、こういう迷惑系ふわちゃって、どういう風が祝電で追い出せるの。ふぶさん、カレーが冷めちゃうな。原さん、さん、仕事ですって言えばよかったのに。一区回線さん、注意された瞬間が一番楽しかった。ナイスーわら。うたたらさん、長トロの福田和子、うん、ガチャピンさん、うまいカレーが。つらい浮世に羽ばたけすんごさん、ラジオのままだぞ。キャプテンストライダルさん、家で食おう。タマさん、なんでこんなにリスナーに嫌われてるの？わら。あやこうさん、ハミーのとこでエンジンしてもらおうぜ。ね。あさん、あんたよく恨まれてるな。花火を投げる人が一人いれば、ハッピーハッピーさん、ふだかずこわらわら。ね。恋子町愛さん、透明人間になれ。進行。
粘着して電話するやつが一人でもいれば、ね、こういう風になるんです。ドンさんただ食べてただけだよね。粘着するやつがいるかいないから、ね、20日快速さん電話はクソ。匿名さん同じ場所に泊まれないって犯罪者じゃん。アプラカーさん無許可じゃん。おりんさん他の人も映るからしょうがない。バーコさんただすごいうまいものくちゃくちゃ言わせながら食べてただけなのに。一区回線さん声に余裕ない W 焦りすぎわら。アプラカーさんなんで囲いさんは無許可でも何でもええって考え。ショーコさんタリーズのテーブルで食べてたんか。ハッピーハッピーさん粘着すごいね。匿名イベント盛り上げ隊さんおやつを3個プレゼントしました。匿名イベント盛り上げ隊さんおやつをプレゼントしました。辛い浮世に羽ばたけすんごさん嫌われてるから粘着されるわら。インゲデラ方形さんこいつのアンチはしょうもない。脳みそ中上絶叫絶対異端組合さん背景映らないとこで食うべ。匿名イベント盛り上げ隊さんおやつを3個プレゼントしました。恋子町愛さん透明人間になれば解決。透明人間は3許可取ればいいだけだろ。アンチが多いんだから。世界の池上さんお客さんの声配信で流れてますが大丈夫ですかって言えば叩き出されるよ。ヘドロマルティネスさんアイドリングどころか普通に施設内ダメなんだな。ミニモーミニモ3許可取れよ。一区回線さん間違いないわら。うわさんおとなしく家で食えよ。ルンルンゆきさんおやつを3個プレゼントしました。小関新一さん今日も AB の勝利か。まあこさんよしよしのぞぽさん最近山下達郎に似てきたね。20日快速さん世間全体的に見たら通報ランチの方が悪い。ハッピーハッピーさんらしいが生ぬるくなるよう。匿名イベント盛り上げ退散おやつを3個プレゼントしました。世界の池上さん施設に何のメリットもないからな。ルンルンゆきさんふわっち食品を2個プレゼントしました。辛い浮世に羽ばたけすんごさんもう積んでるな。こういう時ねやっぱ動画勢だったらねリアルタイム電話が来ないから最強なんだよね。一区回線さんどこの世間だわら。バーコさん宣伝になってたでしょう。恋子町愛さんアイテムナイス。匿名イベント盛り上げ大さん積んでるライフドカウックス。バーコさんが亜生のせいか。キキーさん慎吾さんは通報してる人って誰か分かってるんですか。ドンさんどっか買わないの。おりんさんどっか涼しい木陰に移動。ラスカルさん花火を1個プレゼントしました。いやうわ、3も家から出るな。そぼろ飯さん無許可はダメだけど、すんごの場合は許可取っても虚偽通報信じた店に追い出されたこともあるしきっと無だ。ヒロルさんおやつをプレゼントしました。そぼろ飯さんそう、家から出るなわら。悔しいが見てたかった。一区回線さん基本的に嫌われすぎなんよ。恋子町愛さん信号嫌われてんじゃなくて粘着されてんねん。嫌われてんのと粘着されてんのは違うんだよ。盛り上げ大さん信号さんおはようございます。ゲイアクセスさんはいカレーが冷めそうな席もうねストーカーされてるだけだからこれを。ハッピーハッピーさんいい場所だったのにドンさん家帰って食べる。世界の池上さん悔や信号集団ストーカーに襲われてまーす。いや嫌われてるやろ。集団ストーカーに襲われてまーす。お前は懲りないな。タマさん村まこみたいに公園で食えばいいのに。青い空さん解説席慎吾35歳 F で多額のお金を溶かし親であるヨシエさんを泣かせる。そしてネイビーブルーに論破できなかったのに敗北を認めず現在に至るヘリクツ大王のメンヘラにストーカーの恥さらし。匿名イベント盛り上げ大さんおやつを3個プレゼントしました。匿名イベント盛り上げ大さん車でお出かけですか。メリちゃんさんわらわらわら。ハッピーハッピーさんわら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 。ゲイアクセスさん聞いたことあるフレーズですね。
青い空さん7月26日ネイビー攻撃18時20分グラネイビー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 ネビネビブータンネイビーブータンネイビー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 ネビネビブータンネイビーブータンラスカルさんストーカー行為される気持ちわかった。結構アカウント世界の池上さん本当に粘着してるならこのアイドリングも通報してるはずだけど警備員来ないから粘着されてない。ミカ中さんこんにちは。青い空さんネイビーネイビーネイビーネビネビブータンネイビーブータンネネネネ。青い空さんネイビーブータンネイビーネイビーシーガーストーカーに襲われてます。青い空さんネイビーネイビーネビネビブータンネイビーブータンネネ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 。上ちゃんお勤めご苦労様です。ネイビーブルーの枠行くわ行くわ行くわ3ネネ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 ネイビーネイビーネネネネネネネイビーネイビーネネネネネイビーネネ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 イビーネ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 イビーお前ブロックな。ブロックブロック汚物は消毒。汚物は消毒全部ブロックするこいつら。よし、おっしゃ。もうコメント消してもね、あの消え、あの配信者には分かるかな誰がコメントしたか。そっからブロックできるから。あれ？あれがない。集団ストーカーに本当襲われてるから。光加減微妙だけど。うわー最悪だ。うわサラダがぶちまけちゃった。うわ、ビニール袋の中にサラダがぶちまけられてる。どこにいる？言うわけないじゃん、そんな。ゴミアンチがよ、おい電話してもらえ、電話できるものならしてみろ、おめえ、ここ。バカ野郎。なあ、警察でも何でも呼べよ、バカ野郎。場所わかんねえだろ、バーカ。なあ、お前な、言っとくけどね、全然お前すごくないからね。あそこ電話できても、俺別に、ね、道なり映してるから、あれ特定って言わない。探偵ごっこはもういい加減にしな。探偵ごっこじゃないよ、それ。ねえ。ただお前がね、暇でコーナーまで粘着してるだけだろ、やることなくてよ。おいゴミが、おい、お前に特定能力もなんもねえだろよ。なあ、あんなの道中映してんだから分かって当たり前なんだよ。暇だから粘着できてるだけだろ。お前が本当に優秀なね人材だったらここを場所特定してみろ、バーカ。なあ、分かんないよな、こんなの。なえ、ゴミアンチがや、この場所分かるもんだったら電話してみなよ、早くよ。ほら電話してみろ、ゴミアンチ、おいてめえ暇人が。
まあ仕事もしないでね、国から保護してもらってね、そんな無能なやつなんてね、場所が完全に分かるような状況じゃないと電話してこれないじゃん。お前なんか何の能力もないんだから、何もヒントなかったら無理じゃん。え？うまい、うまい。これめっちゃうまいわ。うまっ。てかね、俺がね、ね、俺がいる場所に電話する暇あったらね、ハローワーク行きな、ハローワークに電話しろバーカな、ハローワーク電話するやつやめや、電話するとこ間違ってんだアホがな。サラダがこの中にこぼれてしまった。ビニールの部分はサラダが。いや、食うのかって当たり前だもんね。このサラダ普通にめちゃくちゃうまいからね。有料アイテム来てる、マジで、うん、どれ、何が来た、あ、ありがとうございます。4つ来てたイベントのやつ、あざす
ニュースじゃないです。あれです。これマンゴーラッシュです。ココイクの牛だ。ココイクはなんか別物だからね。いや、右下ナイフを切られたら OK くださいよ。おい、ゴミクリなんか早くしろ。早く電話してみよったね、ゴミがよ。おい、なあ、電話まだすか。おい、うんこ、てめえ。え？早く電話してみろよ、バカ野郎。あ？あ、特命のことだ。KP まだす。早く電話してみろ、バカ野郎が。わかんないぞ、場所な。これ多分新発売だと思うんですけど、なんと銀だこ明太チーズなるものがありますよ。銀だこ明太チーズ、多分これ新発売だと思います。前からある。あ、そうなんや。これ見たことないんだけど、なんかもんじゃ焼きみたいだね。うん、うまい。もうなんか暑いのをこうずっとこういう風に密封して、湯気でこう、なんていうの、湯気がこの中に充満したからだと思うけど、外がもうカリカリじゃなくなってる銀だこ特有の、まあ美味しいけど、あとチーズがちょっともう硬くなっちゃってる。まあでも美味しいね。これも作りたて食ったらもっと美味しかったよね。あ、でも美味しいわ。カンチがさ、え？電話できないのお前な、え？電話できないの？え？さ、特命から食品を出す。
そっか。うん、うまかったな。てか太るな。フルーツサンド忘れてたね。それは。どれが一番うまかったって、まあどれもうまいよ。あと組めるタダス。ありがとうございます。どうしよっか。マンゴーラッシー300円ぐらいだったっけ。無料券もらったけど、あれお店、直のお店に行かないと無理みたいよ。無料券使える場所は。周り映してください。え、周り映してください。なんで。じゃあね、君が花火一発投げたら今周り映してやるよ。え、周り映してくださいって言ったお前がね、ウハさん、ウハって名前のやつ、お前が花火一発投げたら映してあげる。え、うまかったな。さてどうしよっか。お腹いっぱいになっちゃった。もうやることないね。カラオケとか行きたいんだけどね。久々にかそると思うけど、カラオケ配信とかもしたいんですけど。まあでもね、一回配信切ってかなり遠いところのカラオケ行かないと無理だからね。俺ん家のある程度近くだと、もう手当たり次第多分電話されるから。配信を切ってかなり遠いところのカラオケ屋からいきなり配信するしかないっていう。いや歌なんてまあ需要ないのは分かるよ。絶対かそるし、ね、需要ないのは分かるんだけど、久々になんかカラオケとかも行きたい気もするし、あとネタがないからさ、とりあえず歌ってればいいだけじゃん、カラオケって正直。皆さん右下ない人してない方教えてください。うん、家で歌うってもだってカラオケの機会というかあれがないじゃないですか。一応なくはな、あのなんていうの、 YouTube のなんかカラオケ音源とか流せるいけなくはないんだけど、なんかなんていうの、ちゃんとしたカラオケじゃないと言いますか、マイクとかもないし。ナイスした、どうも。さてどうしようか。どうしますかね。ナイスしたです。さてとどうしますか。パチンコって配信できないのだって、パチンコなんて。どうしよう。
ゲーセンもね、もう電話されてるとこばっかだからね、もゲーセンもいろんなとこ電話されてるから、相当遠くのゲーセン行っていきなり配信しないと無理だね。だってさ、もうさ、俺ん家からあの一番ゲーセン、一番近いゲーセンはもちろんのこと、俺ん家から50キロぐらいのところのゲーセンすらもう電話されてるからそれなり遠いとこ行っていきなりこうね、配信開始しないとどうしよっか、エブリデイ餃子もね、前配信許可取って配信していいですよって言われたんだけど、アンチがなんか電話しまくって、こんだけ電話来るならやめてくださいって言われた。配信許可ちゃんと取ったんだけど、あそこほら結構ゆるそうじゃん、なんか配信許可とかエブリデイ餃子とか結構 YouTuber とかもやってるし、だ一回配信許可取ってやらせてくれてたんだけど、許可取っても電話されまくってダメになった。こんだけ電話来るとちょっとうちも困るんでって言われて、どうするかな。どうしよう。とりあえずちょっとね、ここはバレたくないから、ちょっと一回運転モードで。あ、やばいやばいやばい、映っちゃう。これどうしよう。あれにしないと。あ、いいのか。あー、映っちゃった。あー、ちょっと待って、ラジオ。あ。